フェニアン襲撃は1866年から1871年にかけてアメリカ合衆国内を本拠とするアイルランド人のフェニアン団がイギリスにアイルランドから撤退するよう圧力をかけるためにカナダにあるイギリス軍の砦で税関などの標的に襲撃をかけたものである。この事件によってカトリック教徒のアイルランド系カナダ人の多くを分裂させ その多くは新しい故郷であるカナダへの忠誠心とフェニアン団が目的とすることへの同情心の間で引き裂かれた。プロテスタント系アイルランド人は、概してイギリスに忠実であり、オレンジ国境党と共にフェニアン団に対抗して戦った。アメリカ合衆国当局はフェニアン団員を逮捕しその後に彼らの武器を押収したものの、政府要人の多くは南北戦争の時に イギリスがアメリカ連合国を援助したと解釈できる行動に起こり侵入の準備には目をつぶっていた。フェニアンによる襲撃の主なものは5回あった。フェニアン襲撃は1866年4月にニューブランズウィック州カンポベロ島で始まった。700人以上の戦士からなるフェニアン団がイギリスからカンポベロ島を奪うことを意図して島の対岸である。 メイン州海岸に到着した。これにアメリカ合衆国政府が干渉し、アメリカ軍が侵入者を追い散らした。この行動によって、イギリス領北アメリカ植民地であるノバスコシアと、前はアッパーカナダとロワー,ーカナダに分かれていたカナダ、連合州と結合し、カナダ自治領を作ることでニューブランズウィックを守るという考え方を補強することになった。1866年。 フェニアン団は二つの派に分かれており、創設者のジョン・オマホニーが率いる当初からの派は、アイルランドの反乱のために資金を集めることに集中した。ウィリアム・アール・ロバーツが率いるより、後戦的なセネート派の指導者たちは、カナダ州あるいはイギリス領北アメリカの他の部分へ、限定的でも侵入に成功すれば、その行動のテコになるものと考えた。 4月にオマホニーが認めていたニューブランズウィック襲撃の試みが失敗した後で、セネートハフェニアムは独自のカナダ侵略作戦を実行に移した。セネートの陸軍長官である元北軍の傑出した士官だった TW スウィーニー将軍が書き上げた。この作戦はカナダウェストとカナダイーストを分断し、カナダイーストからイギリス軍援軍が到着する。 可能性をなくすために同時に数箇所から侵入することを求めていた。作戦の重要点はニューヨーク州バッファローからフォートエイリーに陽動攻撃をかけることであり、近くのウェランド運河を攻撃するふりをしてトロントから軍隊を遠ざけることが意図された。これは数日後のケベック襲撃を除けば1866年6月に実際に始められたフェニアンの唯一の攻撃となった。 6月1日の初めの14時間のうちに、ジョン・オニール大佐の指揮でおよそ1000名、ないし1300名のフェニアンがナイアガラ川を渡った。アメリカ海軍のガワリン砲艦アセスミシガンはその乗組員の中にいたフェニアンに妨害されて、午後2時15分までフェニアンへの干渉を始められなかった。これは、オニールの主力に先立って、 オーウェンスターの先遣隊が川を渡ってから14時間後だった。アセスミシガンが介入すると、ナイアガラ地域にいるオニール隊は、補給物資や数百名に上る、フェニアン反乱者の援軍から切り離された。フェニアン記念碑、トロントのクイーンズ公園。1890年頃、オニールのフェニアン部隊は自体を、アイルランド共和軍と呼んでおり、共和軍のボタンをつけた制服を着ている者もいた。 これはこの言葉が使われた最初の例と考えられている。カナダ国立公文書館にあるよく知られたこの戦闘の絵画は金色のハープの上に IRA の文字がある緑地の旗を描いている。実際に当時のフェニアンが使った気象は通常サンバーストだった。カナダ人民兵隊は他の地域から夜通し興軍してきた部隊と集結した後でフォートエリーの西にある 小さな集落リッジウェイの北で翌朝約300名のフェニアンのよく寝られた待ち伏せにあった。リッジウェイにいたフェニアン隊は夜の間に脱走や他の場所への配置によって勢力を落としていた。カナダ民兵隊は基本的訓練以上のものは受けていない未経験の志願兵から構成されており、主にエンフィールド銃を装備していることではフェニアンの武装と同等だった。 クイーンズオンライフルズ連隊の一個中隊は前日にトロントから川を渡ってくる時にスペンサー連発銃を装備していたがそれを使う機会には当たらなかったフェニアン隊は大半が南北戦争で鍛えられた古参兵であり戦争で残っていた武器を購入してきておりエンフィールド銃かそれ相当のスプリングフィールド銃を持っていたカナダ民兵隊が列を乱して交代し 戦場や近くの農家に戦死者や負傷者を残していった。一方、フェニアン隊は1798年の断権の戦い以来のイギリスに対するアイルランドの勝利を祝った。カナダ民兵隊は戦場で31名が戦死し、2名が負傷がもとで死に、4名はその後の従軍中に病気で死に、94名は負傷するか病気で戦闘不能となった。 この最初の衝突後カナダ民兵隊はエリーこのウェランド運河の南端にあるポートコルボーンまで撤退しフェニアン隊はリジウェイで小休止した後でフォートエリーに戻ったそこで別の戦いが起こりフェニアン隊の後ろに移動してきていた地元カナダ民兵隊の大きな集団を降伏させたしかしフェニアン隊の残りは援軍が川を渡れないことやカナダ民兵隊と イギリス正規兵の大部隊が接近していることを考慮してバッファローに戻る道を選んだ。フェニアン隊はアセス・ミシュガンに遮られアメリカ海軍に降伏した。後の証言ではカナダ民兵隊の敗員は臆病で、非愛国的で、裏切り行為のせいであり、フェニアン隊より大いに劣った部隊だったという申し立てをしている。武装は両軍とも同等だった。 戦闘の死有を決したのは、フェニアン隊の騎兵について誤った報告があり、当時の不評の騎兵に対する戦術である法人を取るよう指示が与えられたことだった。誤りに気づいて人形を変えようとした時は、フェニアン隊にあまりにも近づきすぎていて変えられなかった。カナダ民兵隊の行動に関するサモン委員会は、第五軍管区の旅団副官ジェストートン・デニス中佐を無罪にしたが、 サモン委員会の議長ジョージ・ティーデ・ニソン大佐は重要なポイントについてその同僚とは意見をことにしたと言われている。カナダ志願兵の指揮を委譲されていたアルバート・ブッカー中佐の失態に対する申し立てについては同じサモン委員会で観光物で彼に与えられた不利な非難には少しの根拠もないと決裁された。これらの申し立てはブッカーの残りの人生でついて回ることになった。 この侵略が始まってから5日後に、アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジョンソンは、中立の法の執行を要求する声明を発し、侵略は継続しないことを保証した。ユリッシーズ・グラントとジョージ・ミード各将軍が、バッファローに行って、事態の評価を行った。当座、グラント将軍の指示に従って、ミード将軍は、今後国境を侵す、いかなるものも阻止するという言明を出した。 グラント将軍はセントルイスに向かい、一方ミード将軍はリジウェイの戦いが終わり、フェニアン隊がバッファローに拘禁されていることを確認して、ニューヨーク州オグレンスバーグに行き、セントローレンス川地帯の状況を監督した。その後アメリカ陸軍がフェニアン隊の武器弾薬を押収するよう命令され、それ以上国境を越えることのないようにした。六月七日に出た別の指示では、 フェニアンと思われる者は誰でも逮捕せよということだった。皮肉なことにフェニアンはアイルランドの独立のために大きな影響を与えられなかったが、1866年の襲撃とカナダ植民地軍がこれを撃退できなかったことで、1867年のカナダ連邦形成を促進することになった。歴史家の中にはカナダ軍の階層が躊躇していた。 海洋植民地に集団的安全保障の手段を取るための決定票を投じさせたと論じ、リッジウェイをカナダを作った戦闘と位置づける者がいる。2006年6月、オンタリオ州の遺産保持機関がこの戦闘の140周年を記念して、リッジウェイで名番を除幕した。今日のカナダ軍にある クイーンズオンライフルズ連隊の多くの隊員は、毎年6月2日に近い週末に、リジウェイ戦場跡を訪れ、戦場の自転車ツアーを行っている。スコットランドからの移民で、以前のカナダ産風ザメープルリーフフォーエバーの作者、かつ、オレンジ国境島だったアレクサンダー・ミューアは、クイーンズオンライフルズ連隊に属して、リジウェイで戦った。フェニアンの指揮官は、トマス・ウィリアム・スウィーニー将軍であり、 この事件でアメリカ合衆国政府に逮捕されたが、後にアメリカ陸軍に従軍し、1870年に退役した。フェニアン隊によるケベックのピジョンヒルへの襲撃は1866年6月7日に起こった。フェニアンに対抗して、守備につくカナダ民兵へ、1870年ミスコイ軍。 襲撃は1870年にピジョンヒル襲撃に近い場所で起こり、トマス・ビリス・ビーチからの情報を得たカナダ軍は攻撃を待ち受け撃退することができた。1905年に発行された一証明書フェニアンのジョン・オニールは1870年のカナダ侵入に失敗した後でセネート派からサベージ派に変わった。その見返りにサベージ派統帥評議会の席を与えられた。 1871年、オニールと WB オドナヒューという変わり者が、サベージ派評議会に、ノースダコタ国境を越えて、カナダに侵略することを求めた。評議会は、外して、カナダで冒険することと特にオニールにあぐんでおり、それに応えようとはしなかった。オニールのアイデアは却下されたが、評議会は彼に武器を与えることを約束し、 彼とその襲撃を公には避難しないことに同意した。オニールは侵略を率いるためにフェニアンから脱会し、ミネソタ州セントポールでカナダのウィニペグに近いマニトバを侵略する作戦を立てた。ジョン・オニールと WB ・オドナ・ヒュー及びジョン・ジェイドン・リーに率いられた35名ほどの隊員がルイリエルの率いるフランス人とインディアンの根血であるメティノ・タイとの合流を期待していた。 オニールは部隊を率いて10月5日に国境のすぐ北にあるハドソン湾会社の基地を占領することができた。オニールとドンリー及び10名の隊員がノースダコタ州ペンビーナ近くでロイド・ホイートン隊員の指揮するアメリカ陸軍に拘束された。襲撃は最初からつまずいた。この拘束はアメリカ合衆国の領土内で起こったものであり。 ディエルが率いるメティタイは侵略の初めに、イギリス軍との停戦合意に署名した。ディエルとそのメティタイがオドナヒューを捕捉し、アメリカ合衆国政府に引き渡した。連邦政府の曖昧な対応の中で、オニールはダコタで一度、ミネソタで一度、都合を二度逮捕されたが、釈放され、告発されることもなかった。オニールと共に逮捕された10名は、オニールとドンリーに、 騙されたものとして裁判所から釈放された。カナダの一般従軍勲章、上の横板に、フェニアン襲撃、1870年の文字が見える。フェニアン弾は1870年代と1880年代に、太平洋岸北西部で公然と組織を作り、ブリティッシュコロンビアへの侵入を先導した。襲撃は行われなかったが、1886年の、 カナダ太平洋鉄道開通式にはイギリス軍がバンクーバーの新しい終着駅に大型艦船を多数派遣するなど緊張関係があった。フェニアン団のカナダ侵略に関する支援は廃れていった。1890年代以降襲撃の実際的脅威もなくなった。しかし、この襲撃はカナダとアメリカ合衆国の関係に襲撃後長く大きな影響を残した。 カナダでは、アメリカ合衆国政府が即方を見ており、カナダへの襲撃を防げなかったと感じたことで大きな怒りを感じていた。アメリカ合衆国大統領のアンドリュー・ジョンソンが、達成された事実を認めると発言して、フェニアンが成功しておれば、それを支持することをほのめかしたことで、初期の襲撃に承認を与えていた兆候すらある。カナダとアメリカ合衆国の関係は、南北戦争に向かう。 数十年間で改善されていたが、20世紀最初の10年間で、イギリスとアメリカが歩み寄るまで歪みを生じたままになった。しかし、この時を境に、両国の関係はかなり修復されたが、第二次世界大戦で、共同行動を行うまでかなり距離があったのも、事実だった。ありがとうございます。